僕からはるばる送られてきた。アンマン族ペロ。今日のアマちゃんでございます。アマちゃんがね、ペロペロしてます。今日もペロペロしてます。いや、昨日のね、続きなんですけどね。ちょっとね、カメラの角度を変えてね、アマちゃんが綺麗に食べてるところを、ね、映しております。これはね、おやつタイムですね。もちろん手はね、綺麗に洗っております。最近ね、自分からおやつくれって言い出すようになっちゃってさ。まあ、ね、かわいいですね。それでは、本編スタートです。どうも、プニでーす。お元気ですか？今日はね、遠くから荷物が届きましたよ。こちらでございます。結構ね、重量感がある荷物でございます。この荷物はね、かずききょうかさんからの贈り物です。噛んだな。すいません、かずきさん。本人はね、謙遜してね、ゴミ袋だとおっしゃってましたけどね。それでは見ていきましょう。さあ、ワクワクしますね。この瞬間。箱は切れても手は切れない。今のがね、ダンちゃんでございます。ぜひご買い求めください。なんか、いろいろ入ってるぞ。さあ、ちょっと横に置いて、一個ずつ見ていきましょうか。まずはね、食料ですね。さあ、こちらでございます。沖縄のアグー豚カレーということでね、これむちゃくちゃうまそうじゃないですか。いや、これ、いいなぁ。うわ、すごい肉がゴロゴロしてる。いや、これはね、楽しみです。いや、カレー好きなんでね。沖ハムってメーカーはね、初めて聞きましたね。沖縄ハムってことなんだろうね。さあ、次ですね。次も、ゴーヤカレーですね。ごっぱちでゴーヤですね。なるほどね。ほろ苦い思い出。私ね、ゴーヤ好きなんですよね。だからね、罰ゲームのつもりで送ってきたんなら残念です。お肉はね、牛肉が入ってるみたい。多分これ普通にうまいぞ。ゴーヤがね、ゴロゴロしてるしね。楽しみです。さあ、次ですね。これね、緊張って読むみたいね。タコライス。これで緊張って読むんだね。米軍基地が近いことからね、アメリカのお店が多い感じなのかな。東京で言えば横田基地の周りみたいな、そんな感じかな。いや、すごくインスタ映えするとこですね。たまにね、私も横田基地の周り行くんで。いや、でもここもね、いつか行ってみたいですね。いや、いいっすね。こういうのね、結構高いんだよね。タコライス発祥の地って書いてる。緊張。タコライスっていうのは日本の食べ物だったのか。あー、なるほどね。そこも知らなかった。こういうね、発祥系結構好きなんで、楽しみですね。さあ、次ですね。次はこちら。海ぶどうですね。おー、これもまた、いいものを。沖縄料理屋にね、行くとね、必ず頼むんだよね。海ぶどう。そのくらいね、好きなんですよ。でもね、ちょっと待って、これ。ザルに移して、海水を流して、水を入れたボウルの中に移せって。そうすると、みるみる踊るように、成長していきますって書いてある。
成長させなきゃいけないのこれ。これはね、あれかな、有名なあのスニッカーズみたいな感じなのかな。イギリスのお菓子みたいですね。ちょっと楽しみですね。ノータックチョコレートって書いてあるね。さあ次ですね。ちょっとこれ向き変えとくか。次はねこちらでございます。ジーマーミートーフ。このキティちゃんは何なんだろう。かわいいな。これね食べたことないです。あ、落花生を使ったあの豆腐みたいです。あ、よくさ落花生の豆乳みたいなのもあるもんね。あ、これはすごいね。美味しそうです。さあ次ですね。次はこちら。あ、黒糖だ。これねこのメーカーのは初めてかもしれないけど、私黒糖むちゃくちゃ好きなんですよ。あ、これあれなんだ。お菓子作りとか料理とかに使うんだ。はあ、そういう使い方したことないわ。食べてみよう。好きなんで黒糖このままねお口に入れます。これね硬くてね折れないんですよ。カレールーみたいでしょ。でもねこれがむちゃくちゃうまいんだよな。あ、うまい。これうまい。むちゃくちゃうまい。おお、いいね。これはいいぞ。お腹すいたらしゃぶろ。さあ次ですね。沖縄にもめんべいがあるんですね。去年だったかな、一昨年だったかな、めんべいね送ってもらったことがあるんですよ、九州の方に。あ、作ってるのは福岡なんですね。福太郎のめんべいという商品なんですけど、それの沖縄バージョンという、そういうことですね。ね、福岡県ですもんね。楽しみだな。めんべい、めんべいはねすごく美味しいお土産だと思いますね。酸っぱいマンですね。これね駄菓子屋で見るな。これはねそうですね。あ、でも沖縄って書いてあるね。アンテナショップで見たのかな前に。さあ次ですね。コンビーフカレーですね。すごい。コンビーフといえばね沖縄なイメージなんですよね。で沖縄といえばコンビーフなイメージ。あ、これも楽しみですね。ね、ゴーヤチャンプルなんかにさあのコンビーフが入ってるイメージだからさ。さあ次ですね。あ、チンスコーだ。チンピン堂のチンスコーです。チンピン堂、チンピン堂って初めて聞いたな。これも楽しみですね。チンスコーってねバターじゃなくてラードを使って作ったクッキーだよね。美味しいよね。さあ次ですね。紅芋タルト。これはもうダメでしょ。うまいでしょ。久米島のあれなのかな。いや、これは絶対うまいよ。うわ、これ楽しみ。さあ次ですね。これはなんだ。これはやばいぞ。天ぷらバスボールだ。やばい、レモンの香りだって。うわ、やば。マスコット6種類入ってるらしい。今日入ってみよう。あ、こっちドラえもんだ。ドラえもんのバスボールかわいいな。ありがとうございます。いや、これもね、
近々入ろう。私あの静香ちゃんのようにお風呂好きなんで。ね、さあ、というわけで、あとね、ちょっとまだ荷物があるんですけど、とりあえず食べ物はここだけみたいなんで、一回片付けますね。よいしょ。それでは、どうしようか。あまちゃんが、あまちゃんが来た。あまちゃんがね、足登ってきた。アンマンちゃんチェックです。しばらくお待ちください。アンマンちゃんチェックが入ります。ちょっといいですか？いや、こっちもチェックするんだと。見せろと。何が入ってるんだと。あ、プチプチじゃないかと。プチプチはあんまによこせと、言っておりますね。どうやって見ていくかな。アンマンちゃんが邪魔だ。邪魔って言ったらかわいそうか。かずきさんのね、作ったシールが貼ってあるやつですね。かわいい。あ、よくできてるな。これいいな。自分も作ろうかな。たまちゃんが出てった。あ、2DS が入ってた。紫の。あ、これは嬉しいな。今回ね、故障してるものをね、送ってもらったんですよね。スティック部分が壊れてますね。これ電源入んないのかな？充電がないだけか。充電ランプつきますね。ちょっと置いときましょう。アンマンちゃん、アンマンちゃん、プチプチが気になる？ちょっと待ってね。あ、これ何？あ、まだ、あれかな、食品が残ってたわ。こちらは、あ、これね、ライブの時にね、教えてもらったソースだ。これね、見たことないソースなんですけど、かずきさんがね、前にね、ライブでね、沖縄はもうこのソースでいろんな料理食べるんだって言ってたやつだと思う。楽しみだな。あとね、ゲーム機いっぱい入ってました。あ、嬉しいな。これまた動画のネタになりそうなものばかり。これも、あー、スティックが壊れてるんだね。これも修理しよう。これ電源入んないね。こっちどうかね。これは入るのかね。ワンダースワンね。2台。いや、これもいいね。ワンダースワン。分解してみよう。ちょっとこっち試してみるか。入んないね。電源が入らないのか。なるほどね。そういう感じか。おばちゃんがまた登ってきた。落ちないようにね。気をつけてくださいよ。あ、そっちは行くと危ないですね。というわけで、あんまんちゃんでございました。出演したいだけかな、あんまんちゃん。あ、危ない危ない。さあ、あんまんちゃん下にいてね。やっぱりこれ電源入んないね。まあ、電源入らないやつですね。じゃあこっち試してみようか。よいしょ。これは電池1本かな。あ、その前に、これね、充電。あ、充電ランプついてすぐ消えるわ。あー、これバッテリーかな。よいしょ。あ、バッテリーは入ってるね。
これはあれかな、電源入らないって感じっぽいですね。症状的にこの電池が取れないんだよな。まあでも膨らんでもないし、まあちょっとね修理してみますか。ここのネジがね潰れてるんだよな。このネジの交換をしたいな。さあ、ワンダースワンの方ね動かしてみましょう。さあ軍兵でね動作確認していきます。あーなるほどね、なるほど、映ってはいるんだけど、コンストラ違うかんだ、コントラストいじってもね見えないですね。ほぼ見えてない。こんな感じですね。見えない。見えないワンダースワンですね。見えワンです。見えワンでしたね。まあ、これはね、多分ね、修理できるんで、見えワンのね、ワンダースワン。こちらはね、修理していきましょう。じゃあこちらはね、どんな感じなんですかね。よいしょ。こちらは、こっちはね、ちゃんと映る。これちゃんとボタン効いてるな。なんかどっか調子悪いのかな。で、まあこれね、これはね、直していきたいな。2DS 使いたいし。というわけで、今回ね、和樹さんにこんなにね、いただきましたね。いや、ありがとうございます。お菓子の方もね、お菓子というか食料の方もね、いっぱい入れてくれたし。あ、最後これね、試してみますか。これね、逃走中が入ってました。あ、いや、戦闘中だね。失礼いたしました。戦闘中が入ってました。私が前ね、ゲオで買った やつですね。あれプレゼントしちゃったからさ。あ、ちょうどいいわ。プレゼント企画でね、この間出しちゃったから。というわけで、ありがとうございました。いや、嬉しいな。動画のネタもできたし。ソースも楽しみだし。何につけよう。というわけで、今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。いやー、よかったね。実によかった。すごく美味しそうだし。ありがとうございます。